ねえママ、パパ連れてってくれるって。エミリー、お話は食べてからにしなさい。だってそれよりそれ大事なものなんでしょ。汚れちゃうわよ。だって連れて行ってもらうんだもんね、えパパ。うん、エミリー、パパを困らせちゃダメでしょ。でもね、エミリー、パパともっと一緒にいたいんだもん。本当よね、エミリー、ずっと家にいてほしいわよね。あなた、ねえママ、ジャム取って。ああ、エミリー、またキュウリばっかり残して。だってキュウリ嫌い。好き嫌いする子は宇宙に行けないのよ。そんなの嘘だもん。本当にもうどこにも行かないで、あなた。聞こえるか、あいつ。応答しろ。おい、なんだ、どうした、何が起きてるんだ。エミリー、あいつ聞こえてるのか。ああ、大丈夫だ。わからんが、ケツ爆準備しとけ。くそ、ミゲルの方は大丈夫か。